それでは次は、ネックの調整、そしてサドルの調整、まあ、いわゆる原稿調整をしていこうかなと思います。最初のクリーニングの時にある程度このネックの反りの状態を見たんですけれども、その時軽く、起き上がっている状態だということが分かりました。いわゆる準反りというやつでございます。で、準反りの時はこのトラスロットというこのネジを締め込む方向に回していきます。つまりネジを締めるわけですね。そうするとこの反り上がっているネックが、あっち側に行くという感じです。なので、まあ逆反ってしまっている時はトラスロットを緩めてあげるとこっち側に戻ってくるというようなシステムになってます。でもこのネジをどのくらい回せばどのくらい曲がるかっていうのは本当にやってみなきゃ分かんないので本当に勘でございます。とりあえず自分はいつも4分の1もしくは半回転ずつ締めるようにしているので、軽く準反りを解消すべく半時計回りくらい回しておきたいと思います。半時計回りもなくてもいいかもな。このぐらい、5分の3くらい、5分の3は半分以上だな、5分の2ぐらい、まあこのぐらい回しておきましょう。で、ネックを取り付けて弦を張って見ていくわけです。やってみましょうか。とりあえずネックを取り付けます。よいしょと。これがね、すごくやりにくいんですよ、本当に。ネックを取り付けます。よいしょ。ほい。で、このプレートを合わせて、ネジをとりあえずはめて、で、今までの、木ネジの留め方と同じように、まあ、軽く半時計回りに回して。落ちるところを見つけたら、そこからちょっと軽く締めると。で、このネックのジョイントの部分はすごいこのセンシティブというか、なんというか、すごくこの大事なポイントなので、できるだけその慎重に作業してあげるようにしましょう。本当にここのネジが舐めてしまうと、もう楽器が死んだと言っても過言じゃないぐらい重大な事件になってしまうので、できるだけ慎重に慎重に、ちょっとでも硬いのが硬い瞬間があったら、おや、ちょっと待てよと、冷静に待ってあげた方がいいかなと思います。本当にもう力を入れて締めてしまうと、またネジが舐めてしまうと大変なことになるので、まあ、そこそこの硬さで、まあ、そこそこの硬さでどうなんだって感じですけど、そこそこの硬さで締めてあります。で、緩みとかがあるので、何度も何度も増し締めというか、増し締めじゃないか、その緩みとかをなくすような感じで、細かく締めていってあげましょう。なんか明らかに浮いてますね。ちょっと一回外しましょう。こんな感じですかね。これで一応ネックの取り付けが完了という感じです。で、こっちのそのサドルの調整に関しては、その弦を張らないと何とも言えないので、弦を張っていきたいと思います。本当は新品の弦を張りたいんですけども、なんか買ってきた新品の弦がなんかどっかに行ってしまって見当たらないので、とりあえず張ってあった弦を使いたいと思います。とりあえずある程度ざっくりチューニングをしてみました。で、この状態でちょっとこのまた現行の状態を見たりとかしていくわけなんですけれども、とりあえず現状としては、さっきロットを締めすぎたかなと思うような感じでございます。でも、ここからまた弦を外して、ネックを外してロットを調整するのはすこぶるめんどくさいので、まあ、ベチベチな状態ですけども、まあ、これでよしとしようかなと思います。ちょっと僕はこういうところ結構雑なので、割とまっすぐに押し通してしまうような感じです。
で、まあ、ある程度この原稿の高さを見て、まあ、ここがあれだな、ここがそうだな、なんていう、なんかこう気がつくところがあったら、まあ、このサドルを回して、調整をしていくような感じです。当たり前ですけども、そのイモネージを締め込めば、そのサドルが上がることになるので、原稿が上がるというような感じです。基本的にそのネックが、この R がついているわけですよ。ちょっとこう分かりづらいと思うんですけども、まあ、こうやって見たときに、こう真横から見たときに、このネック、この若干こう丸みを帯びているのが分かりますか？これがまあ完全真っ平らな、まあ、ベースとかギターとかもあるんですけれども、基本的に何かしらのこの R がついております。このベースは割と R がきつい方なので、まあ、こう4弦は低くて、で3弦はちょっと高くて、2弦はそのままで、1弦はちょっと低い。まあ、そんな感じになっているわけじゃないですか。なので、ここのサドルのところも高さもこうアーチ状になるようにした方が、まあ、何かと都合がいい場合が多いです。まあ、こっち側がその、ね、あのアーチ状になっているので、こっちもアーチ状にするという、まあ、そういった理屈です。そんなことも踏まえながら、この弦高を調整していくと、まあ、うまくいくことが多いんじゃないのかな、という感じでございましょうか。まあ、とりあえず、これでいくつかちょっと弾いてみて、まあ、それでよければ、まあ、それで OK という感じですかね。うん、ちょっと弾いてみて。まあいいでしょう。うん、まあ、こっちのサドルの方の原稿調整はいつでもできるんで、まあちょっとしばらく落ち着いたらまたいろいろ細かくいじってみようかななんていう感じでございます。どうでしたでしょうか。今回はこのビル・ローレンスの、ジャズベタイプのベースを使って、まあ、クリーニングをして、サーキットをいじくって、まあ、原稿調整したりとかして、まあ、一連のメンテナンスをしてみました。でまあ何度も言うんですけども、僕は結構こういうメンテナンスに関して疎いというか無頓着といいますか、まあ、単純に詳しくない方なんですよ。まあ、いろいろとこの一連の動画の中で、おいおい滝沢、そうじゃねえよって突っ込みどころもただあったかと思うんですが、まあ、実際その素人目線でやってみるとこんな感じです感じでしょうかね。やっぱ難しそうだなとか、みんなできなさそうだなっていう方は、もちろんリペアマンの方に、お店の方にお願いするのもそれは全然ありですし、とりあえずまあなんか面白そうだからやってみよう、自分もできそうだからやってみようという感じでチャレンジするのも全然いいかなと思います。正直このね、いろいろとこういじくり回したりとかして、たまに壊しちゃったりとか、何かしら不具合が出た時に、なんか初めて経験という経験値を積むというか、知識を得るようなところもあると思うので、うん、失敗を恐れずに。やってみていただきたいところかなって感じですね。まあそんな感じで、じゃあ今回の動画を終わりにしましょう。何かしら参考になるところがあれば幸いでございます。楽しんでいただけましたでしょうか。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。